皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、人材募集の方法についてお話をしたいと思います。で、会社が大きくなるためにはやはり人材、人の力が必要でして、逆から言うとですね、人の力を借りなければですね、会社というのは大きくならないかなと思います。で、会社経営って経営に関するですね、本が本屋さんに行くといろいろこう様々な本が売ってまして、一見するとですね、経営って奥が深いのかなって思いがちなんですけども、経営ってシンプルだと思うんですね。で、シンプルなんだけれども、人がより集まってる、人が集まってることによってですね、一人一人の人間を見るとですね、非常に深いと。で、深い人間が集まってるから経営もおのずと深くなるという考え方もですね、捉えることができるかなと思います。で、人材ということなんですけれども、人を集める目的っていうのはあるかと思います。なぜ人を集める募集するのか、その目的いろいろ様々あるかと思います。で、雇用の形態も今パート、正社員、アルバイトといった形でですね、様々になってきております。で、職務内容、仕事の内容に照らし合わせてですね、必要な人材を募集する、その方法についてですね、今日は考えていきます。で、レジュメの方をご覧いただければですね、9つの方法が載っております。で、1つ目はですね、ハローワーク、公共職業安定所なんですけども、これはですね、無料で利用できるのがメリットかなということです。で、ただですね、初回に事業内容、それから加入保険等事業所登録をする必要がありまして、細かな記載が必要ということが求められます。で、2つ目、民間の人材紹介会社で、これはですね、ニーズに合った人材を募集しやすいというメリットがある反面ですね、費用は高くなるということです。で、3つ目、合同就職、転職イベント。大きな会場にですね、企業がたくさん集まってですね、アピールする、自社をアピールする場が設けられると。で、4つ目がですね、高校や大学の就職かキャリアセンター。直接こう、募集したい、学生さんを募集したいという場合に、ありますけど、これは新卒の学生さんなんかですね、よく利用するんじゃないかなと思います。で、5つ目が新聞、これ急募、急いでですね、人材募集する場合なんかはですね、便利と。ただ料金もかかりますし、広告期間は安い、新聞ですから広告期間は短いということがあります。で、6つ目、折り込みやポスティング求人広告、これはレジュメの方にも書かれていますけれども、地域限定募集に等に有効ということです。例えば、ホームセンターが近くにできる、で、その周辺の住民に対してですね、募集をかけたい場合なんかは非常に有効かなと思います。もちろんですね、費用がかかるということです。で、7つ目、求人誌。これはですね、もう昔からですね、ありますね、アルバイトなんかはですね、探すときにはもう求人誌を使ってですね、いろいろ見ましたけども、これは費用もかかります、当然かかります。で、8つ目、自社のホームページ、これはですね、自由に掲載できてですね、自由度は高いですね。で、直接募集かけられるものですから、ダイレクトでこう募集できますんで、使い勝手がいいと。ただですね、自社のホームページどのくらいの人が見るのっていうことでですね、やはりそこに関わってくるかなと思います。で、9つ目はですね、知り合いからの紹介スカウト、これは人となりが分かるものですから、非常にこのスムーズに採用できるかなという利点があります。その分ですね、募集範囲は限られているということです。はい、以上ですね、9つの募集、人材募集の方法について、お話をいたしました。ご清聴ありがとうございます。